し、長野県と新潟県の境を流れている姫川の谷合いに姫川温泉があります。この温泉から新潟県へ通じる道端に横川というところがありました。山奥の村ですので、ここの人たちはわらび取りや炭焼きをして暮らしを立てておりました。ところで、その村には五郎右衛門さんの家がありました。家には猫がおって、家族の者に大変可愛がられておりました。そんな秋の頃でした。この村に流行り病が広まって多くの人たちが亡くなりました。どこの家でも誰かがこの病で亡くなりましたが、中でも一番ひどかったのは五郎右衛門さんの家でした。奥さんと子供、おばあさんと次々に亡くなり、一人残った五郎右衛門さんもとうとう病にかかって明日をも知れない命となりました。水をくれ水をと苦しそうに叫んでいる声を聞きつけた隣のジンベエさんが驚いて来てみますと、猫が五郎右衛門さんの口をペロペロと舐め、一生懸命起こそうとしていました。近くへ行って見てみると、もう五郎右衛門さんは死んでおりました。ジンベエさんは早速近所の人たちを呼び集めて寂しい葬式をしました。ジンベエさんがふと見ると、五郎右衛門さんの猫が棺桶に体をすり寄せては泣いておりました。本当にかわいそうなことじゃ。主人が死んだらもう知らんとの。俺が食い物を持ってきてやるでな。一人残された猫を哀れに思ったジンベエさんは、それから毎日猫に泡のおかゆを持って行ってやりましたが、前の日に持っていった泡のおかゆが冷たくなっており、食べた様子もありません。それから何日かして五郎右衛門さんの猫はどこかへと行ってしまっていたのでした。それから1年くらい経った秋のある日のこと、どこへ行っていたのか、あの五郎右衛門さんの猫が家に来て泣いておりました。おめえどこへ行ってただ、どっかの家へもらわれていたと思っていただが、そうじゃねえだか。野良猫になっていただな、かわいそうに。ジンベエさんはそんな猫を哀れに思い、腹減ってるだな、今飯持ってきてやるでな。人間にでも話しかけるように言って、正月のために取っといた米を炊いてやりました。猫はよほどお腹が空いていたのか、ゴロゴロ喉を鳴らしながらみんなきれいに食べてしまいました。その日から一
年経った秋のある日のこと、五郎右衛門さんの家の裏口でまたあの猫の鳴き声が聞こえました。ジンベエさんが駆けつけてみると、やっぱり五郎右衛門さんの猫でした。体は汚れていましたが、五郎右衛門さんを懐かしむように藁の上で安心した様子で眠っておりました。おめえどこで暮らしているか知らねえが、よく忘れずにこの家へ帰ってくるの。じゃがおめえの飼い主は皆死んじまったで、誰か新しい飼い主に拾われて他社で暮らせや。すると猫はそれっきり五郎右衛門さんの家へは姿を見せなくなりました。それからまた一年が経って、いつになく雪が多く降った冬のある日、この辺りを目指して歩いてきた旅人が鳥越峠で吹雪に閉ざされ、歩けなくなってしまいました。この吹雪じゃ前もろくろく見えやしね。日もそろそろ落ちてきたし、さあ困ったぞ。さてどうしたものかと思案していますと、どこから来たのか大きな猫が一匹立っておりました。それは五郎右衛門さんの猫でした。ねえ猫じゃ、なんでこんな山の中に。五郎右衛門さんの猫は人を懐かしむように旅人に近寄ると、体をすり寄せました。そして猫は旅人の前を歩き始めました。まるで旅人を麓の村まで案内するように旅人の前を歩いて行きました。やがて旅人は猫の案内をようやく峠を越して、無事にジンベエさんの家にたどり着くことができました。そうしていろりの前でジンベエさんに先ほどの猫のことを話して聞かせました。そりゃきっと隣の五郎右衛門さんとこの猫じゃ、間違いねえ。そうか、この雪の中峠にの、そうやって山の中で道に迷うもんの道案内をしておったのか。なんでまた猫が。そりゃオラにはわかるような気がするだ。3年前に流行り病で五郎右衛門さんとこの一家はみんな死んでしもうたが、猫だけは死なずに残っただ。あの猫は五郎右衛門さんところでそりゃ可愛がられていたからの、恩返しがしたかっただ。しかし今は恩返ししてえと思っても五郎右衛門さん一家は誰もいねえ。それで峠で道に迷っている人間を見つけると麓まで送って恩返しをしているんじゃねえのかの。するってえと五郎右衛門さんの代わりにオラが恩返しを受けたってわけか。まあそういうことじゃの。生き物は大切にしておくものだな。
昔、長野県と新潟県との境の深い山あいにある横川という村での話でした。